どうも、いでさがいの、ジャマイカです。はい、ということで、今回もですね、エーペックスレジェンズモバイルやっていきたいと思います。気合がちげえや。ということで、やっていきたいと思います。で、今回話していく内容なんですけども、皆さん、現役プレデターたちが、もう敵が持ってたら、すげえ嫌だって思う武器、何かわかりますでしょうか？先日ね、クレーバーに関する動画を上げさせていただいたので、クレーバーではないとして、何かわかりますでしょうか？そう、答えは、ロングボウ !DMR! イェーイ！ってことで何なんでしょうね、この DMR って。最近スナイパーの動画多くて申し訳ないんですけど、このね、実は Apex Legends Mobile、今ね、現環境、スナイパーの環境なんですよね、とても。はい。本当にスナイパーが強すぎる環境になってますので、その中でも特にこのロングボウがえげつないということで今回はね、こちらを解説していきたいと思います。動画の終盤にはですね、このロングボウでバカほど無双した動画をですね、つけてますので、前半のコツを見つつ、実践動画を見て、理解深めていってください。ということで、まずなんでスナイパーが今強いのか、っていう話なんですけども、まあ、そもそもね、スナイパーね、エイムアシストの恩恵がでかいんですよ。例えば48スコープ、4倍から8倍スコープ、あとつけるとしたら6倍スコープかな。まあ、それのつなぎとして、この24倍スコープとか、まあ、3倍、2倍とか、まあ、この辺全然つけても問題ないです。あと物資から出てくるこの4から10倍ですね。デジタルスレッド。これつけても問題なんですけど、僕がおすすめするのは、この48倍ですね。48倍。これが無難に強いかなと思います。で、なんで恩恵がでかいのかと言いますと、このエイペックスレジェンズモバイルは、エイムアシストの効く範囲っていうのがあって、だいたい体1個分ですね。体1個分。よいしょ。体1個分から覗くと、もうなんだったら1個分ちゃんと離れても吸ってくれるね。さすがにここは無理か。まあ、なんで体1個分離れててもエイムアシストでね、結構吸ってくれるんですよ。こうやって。まあ、なんで、スナイパーがとても当てやすい。それがね、やっぱ強いところですね。しかもロングボウの場合はですね、1回目撃った後もなんか結構ね、エイムアシストが効くんですよ。なんかよくわかんないけど、まあ、エイムアシストに頼らずにこうやってエイムアシストで撃つのもめちゃくちゃ大事なので、まあ、これも練習していく必要があるんですけど、まあ、スナイパーが強いって言われている理由はそれです。しかも今ランクマッチのプレーター隊を騒がせているのがこのロングボウにこのスカルピアサーですね。スカルピアサー、これがついたやつがね、もう化け物なんですよ本当に。あとのものに関しては、正直ストックに関しては、まあ、リロードが若干早くなる。まあ、そんなメリットがあるんですけど、まあ、正直別になくてもいいかなと思います。まあ、アタッチメントとして必須なのはこちらですね。拡張マガジン。まあ、これぐらいですかね。まあ、特に反動のデカさに関しては、まあ、そこまで難しくないので、そもそもこの武器が。これ反動復帰してくれるんですよ。さっき撃った場所に。ほとんど。まあ、なんで、特にアタッチメントはね、つける必要がない。まあ、スカルピアサーさえあれば、まあ、あと角マガで弾数プラスで増やす。まあ、そしてこのスコープを探す。この3つだけでもう最強武器が完成します。スカルピアサーがない時は、ヘッドのダメージが110ですね、110。で、まあ、この射撃場のボットって紫アーマーなので、体力が200ですね。200なんで、こちら倒すことができるようになります。ただ、敵が赤アーマーだった場合、一番ね、エーペックスの中で体力が高いと言われてる225を誇る赤アーマーだった場合は、こちらやっぱ110が2発だけだと220なんで、225の敵倒せないんですよ、赤アーマー。まあ、なんですけど、これスカルピアサーつけることによって、まあ、全アーマー、どのアーマーを着てる敵であれ、2パンで倒すことができるっていう、やべえ武器になってます。まあ、ヘッドに一発当ててさえしまえば、これね、ただクレーバーでドーター当ててんのと変わんないので、よいしょ、145。まあ、削れ具合が、ほら、一瞬勝負ほぼ。145と138なので。まあ、なんでね、もう本当に、えぐいです、この武器は。でしかも、最大14発、角間がつけば最大14発も撃てるということなので、もうなんか2発で足りる武器を14発も撃てるって、やばくない？普通に考えて。止まって固定放題してるだけで全然いいから。ただ2発目のエイムアシストがね、たまに胴体に座れることがあるので、ちょっと、そこだけ難点なんですけど、今みたいな感じで。まあ別に胴体当てたとしても55は入るので、2発で割れますね、アーマーは。で、敵の狙う位置なんですけど、やっぱりスナイパーは共通でですね、先日もちょっと解説させていただいたんですけど、ヘッドの、もうなんか、頭の頭皮の部分みたいな感じ。頭のてっぺんの頭皮の部分みたいな感じのところを狙うと、だいたいヘッド当たります。はい。まあ、特にロングボウってね、縦偏差が若干でかいので、クレーバーとかと比べると。まあ、遠距離すぎる場合は、頭皮のちょっと上部分を狙っても、ヘッド当てることができるので。リロード中だ。まあ、とにかく頭皮、意識してください。あなたの頭皮大丈夫でしょうか？見てる方。まあ、結構若い人が多そうだから大丈夫だと思うけど。まあ、こんだけ頭皮狙われたら、多分マジでハゲるだろうな、これは。多分ゾリー行くぜ、これ多分。頭皮狙いすぎて。まあ、なんで、Apex モバイル。まあ、とにかく全員の頭皮をですね、ゾリゾリしてあげてください。そしたら、大体ヘッドダメージ入るので、おすすめです。
ただね、このロングボウにも一つだけデメリットがあります。まあ、それが何なのかというと、近距離が壊滅的なんですよ。これ近距離戦うにしても、スコープ覗いてもこうやって戦うの、まあありっちゃあり、ありっちゃありなんですけど、スナイパーって覗いてる時に横移動の動きがね、めちゃくちゃ遅いんですよ、他の武器と比べて。例えば速い武器代表、ピストルウィングマンですね。ピストルウィングマンとか持つと横移動この速さで動けるんですよね。まあ、なんですけど、スナイパーとかは覗いてるとむっちゃ遅いんですよね。まあ、なんで近距離が壊滅的なので、まあ、近距離の戦いはもう一個の武器依存になってしまうんですよね。まあ、だから例えばカービンとかのアタッチメントなしとかを持ってる場合、で急に敵がね近距離に現れてしまった場合とかは、まあ、ほぼ負け確ですね。まあ、全然アタッチメントなしでマガジン削り切っても全然いいんですけど、こうやってリロードしてる間、敵は半分しか気づいてないのに、敵ってやっぱ武器2丁持ちじゃないですか。で敵が例えば R301 とショットガンとか、まあ、全然近距離対応できる2つの武器を持ってた場合は、戦いがねめちゃくちゃ不利になってしまうので、本当にロングボウの欠点で言ったらそこぐらいですかね。まあ、なんでなるべく距離感を保って戦うっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、全然このスナイパーにマスティフとか、まあ、ショットガンとか持っておけば、全然近距離が敵来た場合でも急に来た場合でもこうやってショットガンで対応できるので、まあ、この構成もありなんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに動画の後半で流れるロングボウ無双なんですけど、その時の構成はこの構成ですね。ロングボウとマスティフの構成です。絶対にこれだけは意識してください。この動画を見た人限定です。敵がロングボウの場合、アサルトライフルでは絶対に撃ち合わないでください。もちろんね、弾当てたい気持ちとかわかる、こうやって弾当てたくなる気持ちわかる、撃ち合いたくなる気持ちわかるんだけど、敵がねもしロングボウ持っていた場合は、アサルトライフル撃ってる時とかってもう棒立ちじゃないですか。ほぼほぼ棒立ちになってしまうので、この間にヘッショ2発でね溶かされることがありますので、絶対に撃ち合うことはやめてください。もしちょっとでもアーマー揃わせたいとか撃ち合いたいとかいうのであれば、一瞬でこうやって、ね、一瞬体出してこうやって合わせて撃つとか、しかも同じ場所から顔を出すんじゃなくて、一回出したら別の場所からこっちから出したりして、なんか移動したりしてね、こうやってなるべくエイム置かれてない場所でね、撃っちゃってください。これだけはもう本当に意識欠かさないようにしてください。ということで、こんな感じでですね、 Apex モバイルが上手くなっていくために、解説動画たくさん今後も出していこうかなと思ってますので、この機会にチャンネル登録、高評価、通知オンしていっていただけるとありがたいです。ぜひよろしくお願いします。ということで、ここからはですね、実戦でロングボウ、まあ、どういうシーンでね、どの場所から撃った方がいいとかね、結構参考になると思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで皆さん、いきますよ。せーの、やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょ。あ、それは。あ、いる、ここ多分。こっちへ行こう。故障箇所を収集。あ、いるわ。入れるよ、全然。なんかやり合ってる、前で。夫狩りかやり合いかどっちかだね。巻いてる今。俺も場所。俺撃つよ、撃つよ、俺。撃ちやった。撃ち55。右流れてきた。レイス55終わった。マチは巻き終わったかも。肉55、ここ1枚この裏、なんか投げも投げたら飛ぶかも。やったやったやった、でかいでかいでかい。もう1枚いる、もう1枚ここ入った。え、こっち来んの、やばくね、それ。55、待った待った待った、ガチロガチロガチロ、ナイス。このバーガーの向こう何、奥いです、まだ別派、多分まだ5000。まあ普通にも回りますよこれですね。あっちいますわ。てか、リボ使ったけど、カービンにゴリゴリ打ち勝てるから、マジで強すぎる。いや、マジ強い。やめて、ロングボウ。どこだ、ロングボウ。いたわ。標的を確認。トンネルか、これ。いやー、トンネル。警告、リングの閉鎖が始まっています。あー、いるな、やる子が。敵を確認。ミドルピンの家行きますか。弱い。独立演出を設置する。よーし、乗ってきたね。あれ撃てるよ。いやー、ちょっと遅かったな。あ、ワーマだわ。いやいやいや、一応手前からでも圧かけて。ジブ出てるか、ジブワードかけ見えないよ。こっちのレースまず。いやー、2階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 55中のジブも100、中のジブ。いやー、俺ジブ行くわ。俺ラウンド3、ジブ中のレース。上に番外いる、上番外やってない、ガチロ。上番外やった、上番外やった。あ、どこ？
んで。俺の足元1枚ね。オッケー。ポータル大飛んでな。逃げて逃げて逃げて。ポータル、ポータルで。待ってる待ってる、レース待ってる、レース待ってる。あよ。なんどこだ。外。ナイスナイスナイス。この中いる、この中。いっぱいいるな。こう裏裏裏。あのバス裏110。一枚とあとわかんない。ジブルと別のパーティーのジブルとだから。了解。じゃあ完結かな。じゃあ。完結したんだと思うんですよ。多分。あとここのブレッツポだけか。いやあれかどうかな、逃げたらいいです。え、カッキじゃなかったジブ。カッキじゃなかった。多分自分のあれ食らって死んでるタイプ。あそこか。え、じゃあやんねえあそこじゃん。じゃあマジ。やりたい。マジだ。今度1枚一緒。なんか中2枚いる、中2枚いる。2枚、うん、2枚いる、2枚いる。レースガチロ、レースガチロ、レースやった。あ中バンガ、バンガ割りかけ、バンガ割りかけ。ガチロ、やったやった。あ、ナイスナイス。これ別かじゃん。あのレースじゃあどうやって来たんだ。僕かな、なつてるマンさん。あ、キープしてます。上かな、でワンチすごい夜でしょう。うわお。えぐ。この坂の方いる。坂の方。了解です。これさ、コッシー、もし一気に決めないとどうする？ジャンパで。まあマサがガスで耐えながら俺らが向かうわ。マサのジャンプが。あ、来てる。マサ来てる。マサ来てました。やばい。待って、やばい。結構前でちょっと危ない。一枚割った。一枚ガチル。一枚ガチル。アクリル、アクリル、そこ。アクリル、アクリル。大丈夫、大丈夫。アクリル。割れる割れる、たぶん右出た、右出た。奥田、奥田、奥田、待った、奥田、やった。俺のところ、ジムのドーム来た。向かい？だかパス、左から、パス、左から来てる。めっぱや、下、下めっちゃいる、下めっちゃいる。2パいる、2パ。俺のところ、やり合ってる。向かい？こいつ、あそこ、アンチ入ってるか。上から見るっすわ。右、右、ハイド、右、ハイド。はいよ、右、ハイド、ライフライン、やった。ガッキ、ガッキ。あ、ひとし、ひとし、外。俺の正面ちょっと前で切ってる。了解っす。左と左の岩って感じ。了解です。右の終わったかな、もう。あ、こっち側はほぼ右ワンパスのもう残り多分。ここ正面。あ、いた、ここいるよ、見えた。あ、なんか詰めた詰めた、フェード55オクタン。フェードで詰めたな。ちょっと俺が若干前出る。俺もちょっと前出る。フェード打てるよ、フェード打てるよ、フェード打てるよ。フェード、フェード、フェード打った。ワンポール倒した。あそこ開く投げる俺。ジブルト来てる。一個引く。走ってってロッタン、ロッタン乗りかけ。いいよ。ナイス。アンチ切りすれば勝てると思う。3部隊ね、でも。ジブあった、ジブあった、オクタンあった、オクタンやった、ジブやった。あとレイス。2人ともそれやってるやつね。レイスアンチ違い、レイスアンチ違い。これこれこれ、ジャンパジャンパ。ジブ金か、オッケー。ジブ金やっちゃおう、先に。レイス多分ワンチャン金だわ、これ。ナイス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 。ワクワクするね。右上取られてる。オッケー。取られてる、了解。一回巻く、一回巻く、一回巻く。見とるね。はいよ。家中から見てんの。家中からガネさんのこと見てるわ。あー、俺の方ガスルト投げてきた。だる。通して食わった。了解。あいつのアンチガイだから。屋根上ガスっすね。ガス33、74。こいつガスやるわ俺。ガスやる、俺ガスやる、ガスやる。一枚やった、一枚やった。ジブ、ジブガスの、ジブやった。ナイス。ナイス。完璧な勝利。すえ。ナイス。